2K ニュースです。株式会社アヤロネクストとセイノーホールディングス株式会社、そして KDDI スマートドローン株式会社と株式会社 ACSL の4社が共同し、16日新潟県阿賀町でドローンを活用して医薬品を搬送する実証実験を行いました。実験では阿賀町の鹿瀬診療所から約5キロの場所にある花林薬局まで医薬品をドローンで輸送、実際に診療所へ訪れた患者の協力により行われました。診療所から患者の処方箋がファックスによって薬局へ伝えられた後、タブレット端末を利用したオンライン服薬指導を実施、その後医薬品を積み込んだドローンは目視外飛行により約15分で診療所駐車場に到着し、無事着陸しました。飛んでる時に前面の投影面、CD 値っていう、それが一番低くなっているので、空気抵抗がないので、非常に安定して高速で飛ぶことができます。今回使われたドローンは、荷物が機体の内部に搭載できることが大きな特徴の一つで、これにより、長距離を高速で移動することができ、また、届いた荷物は自動で切り離されるなど、医薬品などの配送にとって運用しやすい構造になっています。さらに特別な重心制御技術によって、飛行中に機体が傾いていても荷物は常に水平を保つような設計がされています。高齢化率がもう 50% に迫っております。実験に立ち会った阿賀町の神田和明町長は、今回の実験では課題を探っていくという目的があった。電波の問題や JR や高速道路を通過する際の許可の問題など、現実的な課題が分かった。今回の実験によってドローン物流の可能性が高まったと感じた。今後さらに実験を繰り返しながら実現に向けていきたいと話しました。阿賀町では薬局が併設されていない診療所が2カ所ありますが、広範囲に集落が点在し、訪問診療で医師が持参していない医薬品を20キロ以上離れた薬局まで利用者が自分で受け取りに行く必要があるなど、高齢者負担が大きな課題となっていました。今後阿賀町は医薬品のドローン輸送実用化に向けた取り組みを引き続き進めていくといいます。2Kニュースでした。